どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。天神実況プレイやっていきましょう。なぜかはっきり喋っております。まあ滑舌がね、良くないんでね僕。よし、クリスマスパーティーか。まさか誘ってもらえるなんて、すごく楽しみだな。多分ですけど、僕の予想では今日が最終回かななんて思っております。おう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 おお、なんだなんだなんだ、一気にイベントが起きたぞ。そんなイベント起きてどうすんの、一日じゃ処理しきれないっしょ。わお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 、なんだなんだ。今日の夜は創設祭か。楽しみだな。いいね。楽しみってのはいいですね。5時半過ぎか。約束の時間より早く着いちゃったな。さすがにカオルはまだ来てない。おお。あれ？カオル。どうしてそんなに驚くのよ。いや、まさかカオルが待ち合わせの時間より早く来るなんて。あたしだって。たまには早く来るわよ。そうなのか。時計が進んでたり、ものすごく楽しみにしてたりした場合はね。もういいわこの子、かわいいわ。もうほとんどないじゃないか。ゼロじゃないだっていいじゃない。何？そうだけどさ。ほら、そんなことぐじぐじ言ってないで早く中に入ろうよ。なおい、引っ張るなって。おお。へえ、結構にぎわってるんだ。うん、去年よりも全然盛り上がってるね。ああ、去年は私バイトしてたから。ありゃ、え、そうなんだ。クリスマスは書き入れ時だからね。ああ、もうわかる。僕もね、まあ、スーパーなんですけど、バイトしてるんですけど、年末はクソ忙しいんですよね。なるほどね。お、よーす、メリークリスマス。メリークリスマス。あら、梅原くん、メリークリスマス。お、梅原も来てたのか。当たり前だろ、学校を挙げての一大イベントだぞ。家でゴロゴロしてちゃもったいないぜ。ああ、なるほどね。そっか、そういう人も絶対おるよな。もうええわ、いかんでええわみたいな。まあそうだよな。ところでところで先生よ。ん？田中町と一緒とは羨ましいじゃないか、かんちくしょ。嫉妬だ嫉妬。もう僕と香りが一緒なのはいつものことだろ。いいな、今日はクリスマスだぞ。だからなんだよ。お前は全然分かってないな。クリスマスといえば、男女が親睦を深め、二人の仲を一気に発展させるビッグチャンスなんだぞ。そもそもだな、クリスマスはキリストの誕生日として知られているが、この日本においてのクリスマスは本来の意味。カオル。ん？もう行こう、長くなりそうだ。そうね。バイバイ。バイバイ梅原、ありがとうよ。ねえ、ん？ちょっと見て、ステージで何かやってるみたいよ。ほんとだ、ずいぶん人が集まってるね。なんだなんだ。ちょっと見ていこうよ、時間ならまだまだあるんだしさ。そうだね、そうしようか。では引き続きまして、当イベントの実行委員長をご紹介いたします。あやつじさん。あやつじさん。ああ、あやつじさんじゃない。な、ほんとだ。すごい、これだけの大舞台なのに全然上がってる素振りを見せないなんて。なんかかっこいいわね。うん、そうだね。私も舞台に上がりたくなってきた。やめとけやめとけ。カオル、それはさすがに待ってるわよ、まったく。それならいいんだけど。皆様、本日は日比戸高校創設祭にご来場賜り、誠にありがとうございます。日比戸高校、そっか。この創設祭は
当校の創設者の掲げる報恩感謝の精神に基づいて開催され、今年で57回を数えるまでになりました。ねえ、 なんだよ今あやつじさんが挨拶を。だからそのあやつじさんだけどさ、この挨拶を全部暗記してるんじゃないの？まさか。本年も生徒主導型で工夫を凝らし、皆様のご期待に添えられるよう準備を行ってまいりました。ほら、手に紙も持ってないし、ずっと前を向いて喋ってるわよ。ほんとだ。まずは開催にあたり、キビト市役所様、商店街の皆様のご協力に深く感謝し、生徒を代表して深く御礼申し上げます。カオル、どうかしたのか？ああやっていいとこ見せられると、私も何かしたくなるのよね。ちょ、やめろって。何かってなんだよ。別に何でもいいのよ。なんだか危ない雰囲気だな。カオルが派手なことをやらかす前に移動した方が良さそうだ。いやー、それにしてもすっごい挨拶だったわね。そうだね。せめてあんたもあれくらいのことはできるようにならないと。あれくらいって僕には無理だよ。いろんな意味で？そう、いろんな意味で。そこは気合で。そんな。あ、ちょっと待って。え？校庭の向こう側、ほら、何かやるみたいよ。あ、ほんとだ。矢倉が組んであるから、もしかしてキャンプファイヤーかな。ああ、なるほどね。少し冷えてきたし、温まりに行こうか。いいアイディアじゃない。伊達に薫の相棒をしてるわけじゃないんだ。言うじゃない。まあね、猛獣は火に。痛い。痛いよ。痛いよ、絶対拳やんけ、それ絶対拳で殴ったやろ。痛いって、平手打ちじゃなくてパンチやろ。誰が猛獣よ。待ってよ、これにはオチが。オチ？そうだよ、核弾頭を火にくべ成敗。いらんこと言うなよ。いってぇ。最後まで聞いてくれたって。どうせくだらないオチでしょ。そんなことは、あ、やっぱりそうだ。田中さん。え？あら、恵子。この叫び声はあなただろうなって思ったんだ。バレてる。ちょうどカオルを探してたから助かっちゃった。それは何よりで。んで、恵子さん、私に何の用？あ、それなんだけどね。田中さん、早く言わないと。え？さ、あっち行こう。カオルが飽きるって言おうと思ったのに。あんた正解。私、この後のミスサンタコンテストに出ようと思って。おお、マジか。え、田中さんがあのコンテストに？うん、それでカオルに手伝ってほしいなって。なんだその悪い笑いは。まさか。面白いわ、恵子。気がついた。やっぱり食いついた。じゃあまずは早速衣装選びからよ。はい。あんたは更衣室に入れないから、ちょっとここで待機ね。え、すぐ戻ってくるから。ごめんね。いいよ、その代わり頑張ってきてね。ありがとう。恵子、グズグズしないの。ブラ外すわよ。はい。予想通りの展開だな。仕方ない、少しここでのんびり待つか。まあ何かしたいって言ってましたんでね。おっと、おーおー、リモコ。来てたんだね、
パーティー。ああ、リホコ。なんだか今年の出店にもいろいろ美味しいものがあるみたい。ちなみに私のおすすめはイカの。ああ、いたいた。あのさ、お茶菓子の予備ってどこに置いてあるの？ああ、すみません。すぐに戻ります。悪いね、お客さんが予想以上に多くてさ。あ、そっか、茶道部も出店っていうかしてるってことですね。あ、それじゃあまたね。よかったら茶道部にも来てね。うん、それじゃあまた。お、おかえり。お待たせ。あ、おかえり。あれ、田中さんは一緒じゃないの？稽古はもうエントリーしに行ったわよ。あ、じゃあ衣装は決まったんだ。一応ね。一応？うん、あの子がもたもたしてるから可愛いのがさっぱり残ってなくてさ。ありゃ、審査員受けするようないやらしいのを選んであげようとしたのに。あかん。それでは、それではミスサンタコンテストを開始します。皆様ステージの方へお集まりください。早速始まるみたいね。お、楽しみ。うん、僕らも応援しに行こうよ。オッケー、楽しみ。もう始まってるのね。みたいだね。おお、稽古かわいいじゃん。ない？あれ、僕に首を求められてもな。あの服を選んだのお前だろ。そうなんだけど。でもかわいいと思うよ。本心で言ってる？うん。じゃあどうして目をそらすのよ。それは、よし、来年は優勝させるわよ。随分先の話になったな。だって仕方ないじゃない。仕方ないって、ほら、田中さんの出番だぞ。応援しないと。何、どんな格好してんの？はい、では次の方どうぞ。どんな格好してんの？お？お、お、うん？うん？ま、そっち？そっち？サンタさん？いや、まあまあ、ま、うん、まあ、うん、可愛いと思うけどさ。3番、2の A の、田中恵子です。趣味は、特にありません。特技も、特にありません。よろしくお願いします。それでいいんですか？あ、はい。これはもらったわね。え？え？え？次の方、自己 PR どうぞ。はい。お、おわん。わぁ。うぅ。うぁ、ちょっと。それはいいのかい？いいのかい？健全な男子高校生の目にはよろしくないんじゃないかな。今回のミスサンタをいただきに来ました。誰にも負けるつもりはありません。私を見てください。はあ、はあ、なるほどね。お、すごい目立ってる。当然でしょ、目立ったもん勝ちだもん。でも発表されるまではわからないし。頑張れ田中さん、頑張れ。それはどうかしら。まだ諦めない。根性はそこそこあるみたいね。タオルに鍛えられてるから。いいじゃない、そうこなくっちゃね。うわ、ライバル心バチバチ。絶対優勝して素敵な彼氏を見つけるの。そっちかい。そういうことなら私だって同じよ。負けるわけにはいかないの。この2人ならすぐできると思うんですけどね。そうなんだ。あの人に振り向いてほしいから頑張る。頑張れ、二人とも頑張れ。噛む、僕が噛む、あかん。頑張ろうね。おお、意気投合した。そうね。意気投合した。いや、いいね、この二人もなんか、いいっすね。はあ、結局優勝は伊藤さんか。やっぱりか。稽古残念だったわね。やっぱりか、案の定でしたね。田中さんにも結構票が入ってたみたいだったけどね。負けたら一緒よ。
うだね。いいいい、ケイコ、来年は優勝するわよ。え、来年？そうよ、素敵な彼氏を見つけんでしょ。うん、僕も応援してるよ。ありがとう。ん？何うまくまとめてんのよ。え？あんたの出番はこれからだってば。え？ちょっと待って、何の話？え？稽古の雪辱戦、やるわよ。は？ちょっと待って、雪辱戦？もしかしてカオル、ベストカップルコンテストに。何？そんなの？そう、イエスサー。嘘でしょ。え？こんなこともあろうかと、さっき申し込んでおいたのよ。早っ、気早っ。僕も出るの？そう、あたしと。頑張ってね。さあ、行くわよ。マジか。ちょっと待って、どうして僕が。往生際が悪いわね。だってそんなこと急に言われたって、心の準備がもう僕がわかんわかむ。んなもんいらないわよ。うわかっ、僕は絶対出ないからな。分かったよ、出てやろうじゃないか。出てもいいけど僕は田中さんと出る。いや、出てやろうじゃないか。分かったよ、出てやろうじゃないか。さすが私の相棒ね。決めるとこは分かってるって顔じゃない。でも一つ条件がある。お、なんだ。え？やるからには絶対優勝するぞ。当然でしょ。言うね、純一、いいね、乗るね。ケイコ、よく見ておきなさいよ。僕たちが必ず雪辱を晴らしてくるからね。舌が回ってないね、今日は。なんだい、なんだい、なに見つめ合ってんのよ、バカ。痛い、あいた。顔が緩んでるっての。まったく、しっかりしてよね。分かってるって。それではただいまよりベストカップルコンテストを行います。出場する方は舞台脇までお集まりください。だってさ、そんじゃ行きましょうか、ダーリン。その呼び方はやめてくれよ。頑張ってね。うん、応援よろしくね。ねえねえ、あれ梅原くんじゃない？あれ？え、あ、本当だ。もしかして梅原くんも出るのかしら。え、嘘、マジで？え、でもパートナーはどこだ？ちょっとトイレに行ってるとか？それはないだろう。あ、こっちに気づいたわよ。ウィス。よう、ご両人、また会ったな。もしかしてお前も出場するのか？足りめだ。え、マジかよ、マジかよ。でも、パートナーはどこにいるの？そのリアクションが出てしまったんですけど。ひどいことを言わないでくれよ。え？え？え？ちょっと待って、どういうこと？もしかしてその手に持った刺身のことに。こいつ何？それ以外に何があるってんだ。寿司屋のパートナーといえば魚だろう。こいつ嘘でしょ。壺に入ったのはわかるけど、少しの辛抱だ。笑ったら上原に悪いぞ。分かってるわよ。ここは僕がどうにかするよ。おいおい、何の相談だ？いや、こっちのことだ。そんなら見てみろ、このトロコの輝きを。今日のこいつはブリエよりも魅力的だぜ。そんなステージライトにきらめくこいつの脂身はまさに世界最高峰。やべえ、こいつやべえよ。カオル、北海の荒波に。それでは次のエントリーです。梅原さん、トロコさんペア、ステージにどうぞ。あ、やべ、呼ばれちまったか。まだ話の途中だってのによ。梅原。そうだな、無事を祈る。じゃあまあ、行ってくら。うん。最高、ほんと最高。あいつ、か
かなり真剣だったぞ。僕も笑いかけちゃったけどさ。私、あのペアになら負けてもいいわ。いいかい。僕も負けても文句言えないよ。そうよね。何？意外に受けたの？やっぱり会場も盛り上がったわね。うん、間違いなく強敵だよ。それでは最後のエントリーは立花さん、棚町さんペアです。どうぞ。マジで梅原がここでライバル？どうやら僕たちの出番が来たみたいだぞ。行くわよ。うん、任せとけ。